油はなんかすごく軽くて、なんか筋肉は重たい。これちょっと持ってみ、めっちゃ重いからもう重い。これ両方 800g。 はい、お世話になっております。モニターの宮崎です。大河原です。ダイエットとかでさ、油はなんかすごく軽くて、なんか筋肉は重たいみたいな、なんかよくテレビ番組とかやってるじゃないですか。よう聞けますね、それはね。で、僕らもなんか、まあ、肉触ってて油はなんか軽いようなイメージあるけど、実際にやったことないし、やったことない。ちょっとそれをやってみようかなと思ってるんですよ。あと、まあ、僕らの体にね、油がついてると想定したら、どのぐらいの油がついてるのかっていうのをね、見てみようかなと思います。はい、それでは早速いってみましょう。赤身のお肉、まあ、筋肉と想定して、まあ、ちょっと真っ赤じゃなくて結構霜降りなんで真っ赤なお肉じゃないんですけどもね、これ両方 800g。 この断面積見たらやっぱり、まあ、面積こっちの方が大きいし、で高さも全然違うんで、そうですね、やっぱ体積はやっぱり油の方が、まあ、大きいっちゃ大きいね、うん、大きいですね、大きいっちゃ大きいねそんな違わない、もっと違うと思ったね。次は僕らの体にね、どんなぐらい肉がついてんのか、はい、ちょっと想定してちょっと用意したいと思います。はい、皆さん2kg 太っちゃったみたいなよく聞きますよね。聞きますね。2kg 太っちゃった、もう 2kg 太っちゃったけどみたいな、はい、ありますよね。もうあります、ね、このね 2kg を舐めてはいけません。これはね 2kg 見ていただきます。2kg の油です。はい、はい、これやばないこれやばない。これ 2kg を脂肪で太ったとしたら、これこんだけ体についてるってことだよね。まあ水分量の関係もあるから、まあ実質まあこんなに多くないかもわからないけども、ちょっとまな板開けてみようか、はい、これ皆さんも見て、皆さんこれ見てください。これすごいですね。痩せんの、なんかこれ痩せんの大変って言わはるやん。はい、これ 2kg 痩せて脂肪痩せたらこれすごいな。すごい、ね、これこんだけ減ったって言ったら大成功。大成功。大成功。これ痩せられたら大成功やな。わかる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 。こんなあるっていうの、ちょっと僕らもやったことないでしょ。初めてですね。初めて。2kgこれちょっと油こんな集めたってことはないんでね。うん、こんなちょっともうちょっとねリアルな感じ。体重 50kg の人が体脂肪率 20%。っていうことは 10kg ですね。まあありますよね、その人ね。うん、いますよね、そういう人ね。まあそれを想定で、ね、ちょっと 10kg の油をちょっと用意します。はい、はい、体重 50kg、体脂肪率 20%、はい、油が 10kg ですね。はい、 10kg です。それではいきますよ。やばない？いや、すごい。これ持ってみ、めっちゃ重いから、めっちゃ重いやろ。これ 10kg。 いや、すごない？これちょっと置いていい？これ置きましょう、置きましょう、置きましょう。これ置こう。重っ。これほら、ダイエット動画ですとかさ、ダイエットのテレビとかさ、はい、なんか 10kg の減量に挑戦とか言ってるやん。言ってますね。いや、無理やんこれねえ。いや、やった人すごない？いや、すごい。これ体からなくそうと思ったらさ、10kg ダイエットとかほら、はい、まあわかんない、なんぼ大きい人や言うたってすごいな。いや、すごすぎますねまあでも言うて大河原の体にはついてるで。まあまあついてますいや、ついてるでしょ、これは。僕にはこんなにはついてない。岡田君にはひょっとしたらこのぐらいはついてるかもしれないですね。ついてるところですね。ちょっとやばいですね。やばい。まあでも全身やからね。まあでもその 10kg の油ってまあ水分量とかあるから、もうちょっとぺちゃんとするかもわかんないですけど、まあリアルな 10kg このぐらいあるっていうことで、まあこれを見てね、どう思われたかっていうのはちょっとわかんないですけども、まあ僕らの中ではもうダイエットは難しい。難しい。女性でとか言ったらダイエット永遠のテーマとか言うけどね。はい。そら難しいよ。難しいこれなくすんやん。これをなくそうと思ったら大変ですよね。はい、大変です。そんなのは思いました。でも逆にこれすぐ太る人はすぐこれ身につくっていうの怖いね。怖いね。怖いね。はい、町の小さなお肉屋さん、チャンネル登録はまだの方、そのボタンをぜひヒットしていただいて、高評価ボタンをスマッシュしていただけたら嬉しいです。はい、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。